設営完了しました。今日は、年末大晦日の、31日になります。じゃじゃーん、炭火焼きアウルキャンプ場さんの方にお世話になります。今日から2日までこちらでゆっくり過ごしたいと思います。いつもと変わらない設営ですが、まずお正月ということでね、ちょっとお正月仕様にしてみました。はい、お正月飾り、クリスマスからねちょっと変わりましたね。あとはもうね、中の改良はもうほとんどないです。今日はすごく風が強くって、もう本当にテントが浮き上がるぐらいの風強風なんですが、まあその点やっぱりこれ今日パトロールやったらもう去年と同じくもう窓のバタ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 で、もう多分強力磁石では持たなかったと思いますが、ちょっと学習しまして、今年はやっぱりシブレーの方で、年越しをすることにしました。生地の厚さも違いますし、上からルーフをかけることで直接テントに風が当たらないのでね、あんまりこうバタバタ風の音がうるさかったりとか、影響を受けにくいように思います。はい、ということです。で、一つ残念なこと、毎年ねテレビをつなぐんですが、ここはアンテナがちょっとね来てないのか、テレビの映りが全然無理みたいだったので、まあ今晩はおとなしくテレビなしでね、ちょっとネット、まあプライムビデオか何かの映画でも見て、まあ花札でもして年を越すことにいたします。以上。風がすごいです。年賀状書いてるシーンが来るよ。年賀状、DM です。仕事の DM。うん。なんて？仕事の DM？うん。言い方もあんまやな。そうやで。仕事の DM や。すごいやん。仕事の DM か。そうやで。一丁前やな、なんか。あんまり流行るの過ぎたらあかんね。あっとら。もう缶2本飲んでるやろ。まあな。あかんのちゃう？ちょっと早いんちゃう？もう晩ご飯まで待ってたら。熱いコーヒーでも入れてあげようか、一回。いい。一回寝るか。一回寝るで。テレビつくようにしてよ。そりゃもういいや。してよ。さっきあんだけ頑張ったけどつかへん。プスン。テレビは今日はつきませんでした。ここ鼻がかかりなってる。それは誰のせいでもない。誰のせいでも、あ、めっちゃ入ってるわ。あ、電話。嘘やん、こんな時期に。あ、センターな。何それ。岡田さんとこの犬の名前何やったっけな。レオン。あ、レオンちゃんやな。レオン、レオンちゃん元気ですか？え、テレビが電波状態で映ると思ったんですが、テレビが映りませんでした。で、たぬきがぼやきました。はい、いや、ぼやいてないけど。大晦日正月テレビがない正月なんて来るもんじゃないって言いました。なんでそうなんですか？言ってません。で、一応アプリを調べたら、アンドロイドでテレビが見れるアプリ、なんとかギリギリ
Wi-Fi はポケット Wi-Fi はつながるので、はい、なんとか年越しがテレビ付きでできそうです、はい、で、6時を回ったので、はい、年越しそばもご飯の時に食べます。で今日は、極寒で外はすごい風ですが、もうテントの中はやっぱりこうパトロールと違ってシブレーはもう汗ばむぐらいです、ね、で幕内の、まあ、上はもう30度近くありますが、座ってるところでもだいたい21度2度ぐらいの感じね。年越しそば、年越しそば天ぷらそばの5割そばを買いました、うん、エビ天とお餅がちょっと入ってますね。それとかまぼこ、うん、以上やね。以上、はい、伸びる前に食べたいです、はいはい、ローストビーフ、ローストビーフを焼く、冷たくなったので焼く、ローストビーフちょっと炙ったらうまい、うん。明けましておめでとうございます。2022年が始まりました。昨日はねすごい風だったんだよ。みんなのとこはどうでしたか？昨年はいろいろと本当にお世話になりました。今年もふつつかものではございますが、どうぞどうぞよろしくお願いいたし、満月なんちゃって。新幹線の最終間近です。駆け上がっていきます。去年のやつより可愛いじゃん。うん、ちっちゃい。今駆け足で改札をくぐっていきました。ちっちゃいというか。今回はどこですか？明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。何？ちゃんとご挨拶しようか。明けましておめでとうございます。はい。今回は、なんかベルーナの。なごみっていうおせちをちょっと取ってみました、お試しで。去年はおせちが届かない事件に、ね、そうそう、なりましたが、だから今回はちょっと確実な線を狙いました。うん、でお雑煮、お雑煮は、関西の白味噌雑煮ですね。はい。美味しそう。どれからいこうかな、あんな。今回お品だけないよね。そうやな。端からいこうか。これから、これくるみ、エビ無駄用か？むけるよ。え、よむかやん、いつも。むけるよ。ティッシュ、取ってみ。ほら、なあ、よむかやん、エビ。カットや。なんで？いや、そうか、あか、ここは絶対カットした。これが筑前煮だよ。まあ、うまそう。まあ、お味はそこそこいきます。うん、あのボールペンちょっと1個取って。これ、去年失敗したよね、これ、書くの。これでいいや、見て。わかるやろ。たぬきのさ、は？ハゲの歯。ハゲの歯やんけ。ふざけやがってよ。ハゲの歯。ハゲの歯。デブので。はい。いやー。いやー。そう思ってんのこれ。熱々や。いやー。熱々や。うわ、どうだ。やってしもうた。やってしもうた。やりなはったか。ね、お前はもう動かへんなってまうぞ。じゃあね、動かれへんねやんか。そのまま固まるぞお前。もうそのくらいこっち半径は私動いてるやんか。醤油取ってとか言ってな。醤油取ってな、ちょっとお茶入れて、お茶入れてな、やっぱりな、適当にがあるやろ。
そういうもんやないの。ためになるぞ。あ、そんなこと言うな。テントで言われやろ、なんでも。初ハイボール、203日は年に数回なので、数回もないわ。なのでたくさんあって2回、まあ2回やな、2リットルの水をとりあえず3本も買いましたが、アホほどお湯割りを飲むので、焼酎お湯割りを飲みすぎて水が足らなくなったので、やぶっちゃ温泉の帰りにコンビニが近くにできてましたので、水を追加を買いに行きましたが、なんと水を買わず、何を買った？アップルパイ、アップルパイとカレーうどんとグレープフルーツジュースを遺産で買って、喜んで帰ってきたら肝心絡めのものがありませんでした。水を買いに行ったのに水がありませんでした。でそれで、あんた水取ってて言ったでしょって怒られました。あんまり飲まないですけど飲みます。贅沢絞りハニー。ハニー、まあ、ハニーか。ハニー、ハニー、何ダーリン。で、出直しでお使いで今、ハルタ、はい、乾杯。名阪国道ハルタの、入り口から出入り口から、あれは南か、南へ。おいしい、これハニー。またこれまた、数キロでファミリーマートの大きな綺麗な店ができてました。はい、以前は何や、あこや、大子やな。そうやな、大子、うん、何大子、グランドパーク大子やわ。カントリーパーク、カントリーパーク大子の時は伊賀上野まで行かないと、うん、な、店がないということ で、うん、はい、で近くにマルソーっていう食品店が昔からありましたが、はい、そこは元旦は休んでいます。そうです。うこんなもね、おいしいかもで。これだね。しまき。しまき。食べ食べ。うん、母さんが。うん、3番ぐらい。ほんま？うん。なら1番は。柱の傷は一昨年の5月5日の背比べ。うん、ちまき食べ食べ。兄さんが測ってくれた背の丈。ほなお前1番。2番は知るわけない。知るわけないやんて、知るわけないやんて。開き直りもええとこだな。レパートリーにないわ、うん、な、500を超えるレパートリーは持ってるけどな、あんまりワンパターンの。えらい、これ贅沢に笹で巻いてるけど、これなんかお赤飯みたいな気がする。なんじゃ、あ、なに、花か、また花とちゃうやん。え、これなんじゃ、これはなんじゃ、ちまきやな。
ちまき。ちまきでこのささまき、うん、今回お品書きないもんな。そうやね。ぷにぷにほら。ぷに。なんか入ってる。何入ってるの？え？何？あんこ、白あん。笹団子。あ、うん、甘い。なんと。お菓子や。笹団子でした。うん。うまい。何やそれ。うまいんかいな。ほな、映画だよ。なんか、うまいんか。おかず的な辛いもんなんか入ってると思うやろ。カネゴン？あの、ご飯。もち米みたいな。赤飯みたいなやつかな。うん。と思うか。うん。クリントンおいしい。笹団子や。うまいな。一番不思議なのこれな、うん、これももうおまんじゅうやもんこれ、うん、これ、うん、これ食べ。いやちょっと今甘いもん続いてるわ、うん、大体な、うん、おせち料理っていうのは分かってるね。そのまま食うやん。そうそう、だから3日間はこれで、うん、女の人が台所に立たなくていいですよっていうのに作ったんだから昔の人の知恵って言いたいの。そう、それを嫌でぬくめたりとか、うん、熱々やないとあかんとか、うん、そういう料理はないの、基本的に身は冷たいな、うん、冷たいと美味しい、うん、ちょっとすごいも発見した下の方で、うん、これは何や。さっき私朝ここにあった金柑食べたやん、うん、これ美味しかった、うん、これどうちゃん食べてみる。どうなんか緑やな。埋めちゃおうかな。これか、うん、中白いぞ。あぶんしてみ。あぶんってね。あぶん一口噛むなよ。なんかあぶんしんやん。なんかできた。なんかキウイフルーツの味がする。じゃオリーブやろ。置くなバチーな。食べてくれ。いらんよこんな噛んだような。キウイあかん、責任持たなあかん。そんなもん自分が手つけたもんは。これキウイフルーツやぞこれ。なんでも無責任に今までほったらかしてきてからにな。そう、そこで責任取らんな。どう、オリーブ。キウイフルーツの味がする。違うフルーツやなんか、ほんま、うん、缶詰、うん、あの、うん、キウイフルーツがもし缶詰になった時はこんな味やな。そうなん、うん、特にね、こあんな、こんなお料理って、あ、ふーんと思って食べるもんなんや。わかるよ。だけど、これ美味しい。なんか食べるもんじゃないもんか入ってても、食ってまいそうなぐらいわけわからんのが多いな。これか？おう。なあ、まあ、例えばこういうのはもう、絶対美味しいよ。こうな。わかる。強烈ジンジャーエール割り。うん。そうそう。おばんだやろ。こんなんあなた嫌いやろ。これ無理やなぁ、うん、そういかついのは。これ好きや。いかついわ。これご飯欲しくなるわ。なんかもう台所の向こうに落ちてて、ガスコの向こうに落ちてて、1ヶ月後に見つかった魚みたいな感じ。なんでよ言うんや。見てみんなこの姿。絶対これなあのコンロの向こうにな。いわしは食べてみよ、美味しいから。いや、コンロの向こうにポンと落ちてて、お前、わ発見が遅れて、お前。生姜に1個食べてみ。いや、もう絶対は苦いだけや。そんなことないって。コンロの向こう側のやつやこれ。大体な。あの年末の大掃除見つかれたやな。体にいいもんを。年末の大体体にいいもんって言われて。コロナと何やこれみたいな。ん？なあ、そういうのあるで。まあ、今日の晩、まあ、風がなければ寝れるけど、もう昨日はほんまにもう2時からもう寝れんかったな。2時にいっぺん外に行って。寝とったな。風が強かったやな。自然に気づけよ。っていうか気付けんというか飛ぶんちゃうか、あんまり強くて、ね、うん、ルーフ飛ぶんちゃうかな思って。ルーフはぐれて飛んでたら嫌やな思ってな、うん、いろいろ考えとったら寝られへんってな、うん、でもここはほんまにあのあれやな、あの上の区画はな、あのプライベート感がな、うん、ある下との距離とな横の距離を考えたらな、周り気にせんといた、普通は垣根一枚や。垣根があったらまだマシか。垣根なかったらあれやもんな、もろやもんな、うん、それがそれで当たり前やけど、うん、でも今回のおせちは前回よりはちょっと落ちた、あの値段安いけど、一番すごいのはこのまた使える、来年はこれに入れてくる自分でしょうか。そうやな、俺はな、この
均等になんから、このクリの甘栗の瓶一瓶入れて、ほいでこのかまぼこを一列入れて、で黒豆があったら、誰が俺のこの豆だけ入れて、だいたいマニュアル的に決まってんねんて、うん、な。でも売ってるもん詰めてもそんだけ値段なりそうやんか。私だから高いのに一個ずつ家でしてた時は、うん、一番下にはまず筑前煮を、うん、全部、まあ、でもな、ふきだけとかたけのこだけとかたくのある。あんまり食わんもんな。でも食わんもんなじゃなくて、俺はもう一の重でええから、かまぼこ一列とでも栗を一瓶入れてもらって、ほんなもんあんたの分かまぼこ入れてスパゲッティハンバーグミニハンバーグお弁当のすごいおせち、まあ、自分で入れや俺用のおせち、な、石井のミートボール入れて、またな今年1年これはね意味があんの、健康で、うん、幸せな一年を送りましょうねっていう意味をみんな持ってお重になってるわけよ。知ってるよな。それをそんな好きなものだけスパゲッティがどうのとかハンバーグがどうのこうのいうのは来年も1年間糖尿で苦しみますって言うてんのと一緒よ。いやいやスパゲッティはもうな長く細く生きような。そういうことじゃ。ミートボールはコロッと丸く太ろう。赤熱なってきたほら、うん、飲んでるし、うん、お前じゃもう目の周り赤いわ。酔っちゃった。あのあれやろ、蜂蜜レモンの酒やろ。蜂蜜レモンやろ。分かんない。もう真っ赤っか、ね、もう真っ赤やわ。お前もう寝るな今から。ねえ、今から走ろうも出ない。かけてもよ、お前絶対寝るわ。いやもうバイオリンの中バーッと走っていこうと思う、うん、いやそれはもう寝る顔してる。寝る顔してる。なんか猿酒のなたぬきみたいな感じてるわ。猿酒も、もう目の周り真っ赤や。失礼な。安いやっちゃでほんま。